皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。今日はパームスプリングスのエフスホテルに来ました。好きな。海に来ます。海に来ますね。本当にずっと好きなんですよ、私ここが。で、今日はまんなみちゃんと一緒に来たの。どうした？流れない？あららら、じゃあ流しましょうか。今回泊まったお部屋はこんな感じで、ダブルベッドが2個っていう部屋なので、真ん中に泊くのあのクッションを引いて泊を寝かせて、ミフと私、旦那さんっていう感じで寝ました。お部屋の中こんな感じで、このスナックをねずっと泊とミフが欲しがってて、もう大変でした。で、なんとウカのシャンプーがありました、エースホテルに。多分どのエースホテルに行っても今あるんじゃないかなと思うんですけど、それだけですごいテンション上がりました。さあ早速プールに行きます。これね多分金管かな、鳴っててすごい気になりました。で、プールではまんなみちゃんがめっちゃ遊んでくれて、子供たちとすごい助かりました。そのおかげでまんなみちゃん足の裏が次の日なんかむけちゃったみたいで、かわいそうなことしちゃった。これから夕ご飯なんですけど、まんなみちゃんの部屋を子供たちがどんどん叩いたりとかしながら呼んでます。すごい待ちきれないみたい。で、夕ご飯はこのエースホテルのこの中のレストランで食べました。ここめっちゃ美味しかったです。すっごい子供のメニューもあるし、あとこのサラダも美味しかったし、あとラム肉がね最高に美味しかったんですよね。あとこのマッシュルームのなんか炒めたやつもね全部最高でした。なんか間違いないなって感じで、外に出てくるくる回っております。これエースホテルの名物名物じゃないけど看板みたいなやつで、次の日の朝はインスタライブをしました。その後にちょっとゆっくり景色見てたんですけど、すごいですよね、なんか絵に描いたみたいな山ですよね。で、その後また朝ごはん、ご飯の映像ばっかりになっちゃうんだけど、このレストランすごい気に入りすぎてまたここに来ました。で、ハクはなんかカメラが壊れてるってわちゃわちゃ言ってます。アーノルドパーマーっていう飲み物があって、ブラックティーとレモネードを混ぜたものなんですけど、まんなみちゃんなんと初めて飲んだみたいで、すごい美味しいって言ってました。私も大好きなやつです。アメリカに来たらぜひ飲んでほしいなって思う飲み物です。これね、アボカドトーストが本当に忘れられなくて、私は絶対ここに来たらアボカドトーストを頼みます。ミフさんこの水着持ってきてたんですけど、あまりにも暑すぎてちょっと外で着ると焼けそうだったので、これは写真撮影だけにしました。朝のプールです。これ本当にね、この広いプールすっごい楽しいんですよ。子供たちもいっぱいいるし、すごい楽しいんだけど結構混雑してるから、この後もう一個ちっちゃい方のプールに行ったんですけど、めちゃくちゃ暑かったです。めちゃくちゃ暑い。ミフさんももうどうにかハットをかぶってもらってしのぎました。最後になんと3回目のこのレストラン、お昼ご飯を食べて帰ります。なんか違うところにも行こうかなって言ってたんですけど、結局やっぱりここが美味しいし、なんか安定した味なので、もうランチまでここで食べちゃおうっていう感じでこのレストランにしました。で、ソファー席もあるからね、すごい広いし、あとやっぱ子供たちは割とこのポテトだったかな、いっぱい食べてたのは。この日はパームスプリングスにあるヴィンテージ屋さんを何軒か回りました。まなみちゃんがマンヴィンテージっていうヴィンテージショップを東京でやってるので、ぜひ覗いてみてもらいたいんだけど、それの買い付けも込みで私たちもうろうろ一緒にしました。この日はそのままジョシュアツリーまで行きました。ジョシュアツリーは私たちは何回か行ってるんですけど、まなみちゃん初めてっていう感じだったので、ぜひ行ってみようっていうことで行ってみたんですけど、ジョシュアツリーってすごい独特ですよね。で、みーちゃんは寝ちゃいました。ハクさんも寝てます。この間に私たちはジョシュアツリーの写真撮影をしに行こうと思います。もうね、まんなみちゃんね、本当にね、もう野生児、もう私が追いつかないぐらいのスピードでめっちゃ今登っていくから全然間に合わないんだけど、で、私もでもね、できるだけ上の方まで行って写真撮ろうって思って
登りました。でもすごい綺麗だった。なんかこの砂漠の感じとこのジョシュアツリーがねまた不思議で、結構なんか和風なツリーだなと思うんですけど、本当に上まで行って安全なのか、私はちょっと下から様子を見てますね。まなみちゃんは全然構わず行ってます。逆から回る？逆から回る？はい、戻ります。高所恐怖症ではないんだけど、でもやっぱり高いところに行くと結構ゾワッとするので苦手ですね。なので私はちょっと低いところから登っていきました。でやっとたどり着いたんですけど、もうねスカートだったのでもう破れるんじゃないかと思ってすごいねドキドキしながら回りました。ただ景色はこんな感じ、すごい綺麗なんです。もうかまじいみたいになりながら上まで行ったんですけど、ジョシュアツリーの木ってすごい見てわかるようにこうブロックをね積み上げられたような形になってて、それがすごいね不思議だなっていう風に話してたんですけど、なんか誰かがこう積み木したみたいな岩がたくさんあってすごい面白かったです。こんな感じなんで上からじゃなくて誰か積んだよね、多分積んだよね、多分。こんな感じで私たちのエースホテルパームスプリングス、あとはジョシュアツリーの旅を終わりにしたいと思います。また次回もまんなみちゃんとの旅をお楽しみに。じゃあねー。